こんばんは、五十嵐レイです。今週は高松の宮記念の参考レースとなるシルクロードステークスが今回はちょっと中京競馬場で開催になりますね。開催変更がちょっとね、今年はもう本当に多いので、やっぱりね、データの判断がしにくいっていうところがね、とてもあるんですけれども、なのでまあ今回はちょっと実績重視で予想してみました。では今週もよろしくお願いいたします。では今回本命に選びましたのはラウダシオンです。左回りの NHK マイルカップを優勝しておりまして、その他にもあと富士ステークス2着で、中京でのファルコンステークス2着など、もうね、左回りではまだ馬券圏内を外したことがないんですよね。で、前走の阪神コースで開催されたマイルチャンピオンシップでの大敗ね、ちょっと悔しかったあの大敗で、今回ちょっと人気が落ち着くのであれば、今回マイルからスプリント戦への距離短縮となりまして、スタミナが求められる馬場コンディションの今こそちょっと頭を狙えるチャンスがあるのではないかと見まして本命に選びました。で、鞍上にもですね、先週はちょっと好成績を残しましたミルコ・デムーロ騎手が予定されておりまして、今年初の重賞制覇にかけた手綱さばきに期待したいと思います。では今回は3連複一等軸流しの軸馬に本命のラウダシオンを選びました。で、相手に選びましたのは、今後の G1 で復活の可能性を秘めた北村雄一騎手とのコンビに期待をしまして、モズスーパーフレアで、先週の調教内容がもう抜群で、展開次第でチャンスがありそうなライトオン級、そして昨年のこのレース3着とキーンランドカップ優勝の実績を評価しまして、エイティーンガールで、淀短距離ステークスで強い勝ち方をしましたトゥラベスーラ、そして7戦連続上がり最速っていうね、すごいですよね。そんな結果を残しているちょっと不気味な穴馬にしましたシバージ。以上の5頭に流した3連複合計10点で的中を狙いたいと思います。はい、この動画ではシルクロードステークスの予想をお届けいたしましたが、皆様の予想はどんな感じになりましたでしょうか。もしよろしければコメントで教えてください。でですね、今回ちょっと久しぶりにお楽しみ馬券をね、購入してみたいなって思います。で、どんなお楽しみ馬券かと言いますと、はい、これはシルクロードステークスですので、もう当て字でね、469シルクで469の3連複を買いたいと思います。いや、でもお楽しみ馬券ってやっぱ楽しまないといけないですから、ちょっとね、3連複1通りってなるとやっぱちょっとね、当たる確率は低いじゃないですか。まだね、その馬番出てないですしね、まあそのね、誰が入るんだろうなっていうワクワクは もちろんありますけど、でもどうせだったらそれもね、的中させたいなっていう気持ちもありますので、469の単勝複勝もそれぞれ1点ずつ買おうかなって思います。なので、その単勝複勝と3連複合わせて合計7点をちょっとお楽しみ馬券で買ってみようと思います。まあでも本戦がね、この3連複10通りで、お楽しみ馬券が7通りなんで、そのね、バランス的にはちょっとお楽しみ馬券でちょっとお金使いすぎじゃないかって思うんですけど、でもまあ楽しめた方がね、得なんでね、ちょっとここは、はい、ちょっと贅沢して楽しもうと思います。もし皆様の中でもね、お楽しみ馬券なんか買うよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひそれもコメントで教えてください。よろしくお願いします。楽しみにお待ちしてます。はい、ということで、今週はシルクロードステークスと、あとネギシステークスの方の予想も公開しておりますので、お時間がございましたらぜひそちらもご覧ください。ね、このレースは高松の宮記念の参考レースになるでしょ。で、もう一個のネギシステークスはフェブラリーステークスに向けてのレースなので、もしね、 G1 しか普段参加しないよっていう方がいらっしゃったら、ね、その G1 楽しむためにはもうここからね、参加してる方が絶対楽しめるよって思うので、
もしそういうことを言っている周りの方とかがね、もしいらっしゃったりしたら、もうそれをなんか五十嵐レイっていうなんかやつがそういうことを言ってたよっていうのもねぜひ伝えてあげてほしいなって思いますね。みんなで楽しみたいですからね。はい、それはねとっても思います。はい、ということで、私はいつもこの動画で毎週開催される中央競馬の主に重賞の競馬予想を配信しているんですが、毎週配信しておりますので、もう動画上がったって言った時にもう通知がねすぐ行くように、ちょっとよろしければまだチャンネル登録してないよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひそちらもよろしくお願いいたします。はい、ということで今週もそんな五十嵐レイのチャンネル登録と、あとコメントもね今週もたくさんお待ちしております。ではまた来週お会いしましょう。今週も長々とお付き合いいただきありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。五十嵐レイでした。今週もありがとうございました。